犬コロナウイルスとは世界的に分布するコロナウイルス化に属するウイルスの一種であり、高い伝染力を有し、犬に消化器症状を引き起こす。犬コロナウイルスは1971年、ドイツにおける番犬での流行の際に発見された。犬コロナウイルスは、小腸重毛で増幅し、消化器症状は、小腸粘膜上皮細胞のアポトーシスに関連して生じる。ありがとうございます。